さんこんにちは、チャッキーです。今回はですね、柿好きならぜひ一回試してほしい、めっちゃくちゃ食感が良くて美味しい、簡単に作れるおつまみを紹介させていただきます。もうつるんとした口当たりでね、プリップリの食感、マジで美味しいんで、これはおすすめです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。まずは牡蠣の下ごしらえからしていきたいと思います。ね、パックなんかに水に浸かって入ってると思いますので、まずはこの水をざっと切っちゃってください。はい、こんな感じでお水を切ってきます。お酒をね、少し入れてください。もう適当で大丈夫なんで、ちょろちょろっとお酒を入れます。はい、これぐらい。そして片栗粉ね、こちらも小さじ1杯ぐらい入れてください。そこへお塩ね、一つまみ入れます。このね、お酒と片栗粉、お塩入れた状態でさささっと優しく混ぜ合わせてください。はい、こんな感じ。ここでね、ちょっと力いっぱいやっちゃうと牡蠣が潰れちゃうので、優しく混ぜるような感じで全体的に絡めます。あとはね、さっと流水で表面を洗い流して、キッチンペーパーなんかにあげて、しっかり水分を拭き取ってください。それでは材料から紹介させていただきます。こちら加熱用の牡蠣1パックです。きっちり下処理した後、キッチンペーパーなどにあげて水分をしっかり切っておいてください。先ほどね、簡単な下処理の方法は紹介しましたが、詳しく説明している動画ね、以前アップしておりますので、下処理の方法がわからない方は参考にしてください。はい、こちらポン酢 100cc です。そして今回はチューブタイプのおろしニンニクを小さじ1杯ほど使います。もちろん生のニンニクをすりおろしていただいても構いません。あとね、こちら片栗粉をね、少し使っていきます。材料は以上です。まずはこちら下処理した牡蠣、しっかりと水分をね、取り除いておいてください。はい、こちらしっかり水分を取り除いた牡蠣の表面にね、用意しておいた片栗粉を全体的に振りかけてコーティングしてあげてください。はい、こんな感じね、裏表きれいに片栗粉をまぶしていきます。片栗粉でコーティングすることで、この後湯通ししていくんですが、牡蠣の表面がね、プルンとした食感になって、そして片栗粉でコーティングしているおかげで水分が外に逃げにくくね、プリッとね、縮まずいい状態に仕上がりますので、はい、こんな感じで片栗粉を表面にまぶします。お次はお湯を用意してください。沸騰してきましたら、もうごくごく弱火にして沸騰を落ち着かせてください。この中へ先ほどね、表面に片栗粉を打った牡蠣、こちらを入れてください。すべて入れちゃいます。はい、どんどん入れていこう。はい、牡蠣を入れましたら、この状態でもう沸騰させないでくださいね。弱火のまんま2分ほど湯がいて、しっかりと牡蠣に火を通していきます。この時注意点なんですけど、ボコボコと沸騰させた中で湯がいちゃうと、もう牡蠣がね、クッと縮こまってパサパサになっちゃうので、弱火でじっくりとゆっくり火を通してプリッとした状態に仕上げます。はい、牡蠣を湯がいている間に用意しておいたポン酢に、こちらおろしニンニク小さじ1杯ぐらい入れちゃってください。もうさささーっと全体的に混ぜて、ニンニクをポン酢の中によく溶かします。はい、これで OK。これがね、今回の漬け込んでいくニンニクポン酢だれ、これめちゃくちゃうまいです。はい、そうこうしているうちに見てください、こちらね、牡蠣ちゃん片栗粉で表面をコーティングしてるんで、縮まずプリッとね、表面がつるんとした食感でいい感じに湯がけました。牡蠣の方が湯がけましたら、氷水などの冷水を用意していただいて、そちらの中につけてください。中までしっかりと冷やします。はい、こんな状態ね。この状態で中までしっかり冷やしたら、
牡蠣の身の水分をしっかりまた切ってください。はい、こちらしっかり冷やして水分を拭き取った状態の牡蠣です。これね、片栗粉でコーティングして湯がいてるんで、表面がねつるんとした食感になります。そしてね、牡蠣の旨味も中にグッとね閉じ込めてるんで、もうめちゃくちゃいい状態。ここまでできましたらね、先ほど用意しておいたこのニンニクポン酢だれ、はい、これ全部入れちゃってくださいね。まあ、今回1パック分しか作ってないんですが、あまりのうまさにもういっぱい作っといてもあっという間になくなるんで、ぜひお試しください。この状態で、まあ、表面にラップなんかをしていただいて乾かないようにして、冷蔵庫の方で一晩しっかり漬け込みます。そうするとニンニクの香りとポン酢の味がもう牡蠣の方にねぐんぐん染み込んで、めちゃくちゃ美味しい状態になりますんで、一晩寝かせましょう。はい、冷蔵庫でしっかり一晩漬け込んだら、お好みで刻みネギなんかをトッピングして、それでは今日もいただきます。